小槌チャンネルいつも聞いてくれてありがとうございます。チャンネル登録してくれると嬉しいなと思っています、はい、なんか先日はお金の本についての紹介してくれたと思うんですけども、うん、あの紙幣の方ね、次は効果の方をされるということですね。効果でね、まあ、普通アナーキ線集める人のため の, あの話をすると、アナーキ線を最初に集めるっていうと一番最初はみんな関営線から入ると思う。一番、ね、あのありふれて安いものがいっぱいあって、で、あの寄り出す楽しみもあるっていうことで、それと種類がたくさん、それからあのそれから関営線なんやけど、関営線の中で新関営と古関営って言って、あの作り方が違うやり方で、あの要するに新関営というのはあの製造方法に画期的なあの改革があって、あの母船っていう 型を作るときに母船がすぐあの傷むから、それをあの保護するというか、そのために間に錫帽っていう錫で作った母船を使うようになって、そうなるとあの母船も錫で作るから、あの柔らかいあの金属で作りやすいんで、あの今までやったらあの母船が足らないようになると、できた子供のお金をちょっとその、 あの修正して作ってたよな。それをせずにもうその鈴棒をどんどん作り出して、それを型にしてやりだしたらええということになると、もう全然その文字にあのブレがないわけ、もうその修正線でええ状態でいつでもあの作れるから。それからということは、あの確実にその字を覚えたらこれが何っていうのが特定できるから、古関営集めるのと全然違って、新関営はあの楽なんやな、集めるのが。それから最初目がお金っていうものになれるために、最初安い新関営から集めるっていうのがあのごくごく普通の昔からのやり方なんやな。でその新関営のその手引き書っていうものが、まあ、割と早い時期から作られて、で僕がいつも言う小川製宝楼なんていう人がそれ の, あの割と良い新関営線譜っていうものを作って、最初 50部限定で売り出してね、それは全部拓本も生で取ってっていうような。だけどあのだんだん収集家が増えてくると、そんな生で拓本取ったようなもんなんかあの大変やから、印刷のもんが出るようになって、でそういう中であの小川義則さんって言って、これ前も何回も取り上げてるけど、あの藩札集めたり、あの中国紙幣集めたりとか店舗線集めたりとか、いろんなことする人やねんけども、これ貨幣協会の会長した人やねんけど、この人はあの新関営線鑑識の手引きって言って、これ一番あのちょっとあの後番やけど、こういうなん の, あの本を万国貨幣要綱っていう、久我原さんっていうその最初の貨幣商協同組合の理事長のがあのそういう本作れって言うて小川さんに言うて、ほいで小川義則さんがよしやりましょう言うて、で小川義則さんの話聞くと、これはあの原稿3日でできたって言います。うん、それはできるはずでね、今までいろんな人が書いてた本をキュキュキュッとそのあのなんて切り張りしたような本や。ね、ただあの集めやすい、あの分かりやすいのは佐渡やったら佐渡とか、あの大阪やったら他のはあの今までの新関営、小川製宝楼の作ってた新関営なんかは時代順にきちっと並べてるわけや。ところがこの人はそのあの鑑識の手引きやから、要するにどうしたら寄り出せるか、どうしたらええもんか悪いもんか分かるかっていうのが大事やからね。だからもうその似たようなもんはな、みんな一箇所にまとめて並べるというやり方やったわけ。そしたら確かに分かりやすいんで、この本がものすごい良くてベストセラーになって、もうその自分また古銭の本がない時代やったから、もうこの本は何十回ってあの版を重ねてね、大ベストセラーでした。でそのおかげで関営線があのものすごく値上がりした。それはね、本が出たらね、うん、
集める人も増えるしね、興味持つ、そうですよ。で値上がりしたらこの人は自分の持ってるもん全部売りとなってくるっていう、あの元々がほんまの収集家なんか、まあ収集家やけども基本的に興味があの次のもんに移っていくと、ほんだそれの資金にあの持ってたもんが値上がりしたんやからみんな処分して、うん、でその金で次のもんやろって、ほんでさっきこの人は新幹線鑑識の手引きがあの売れたあと自分の持ってる幹線全部売って今度店舗線やりだして、ほんであの店舗線鑑識の手引きっていう本です、これもベストセラーになって、うん、っていうような人やんけども、あの確かにあのよくできてる本やからずっと長いこと使われてたんやけども、あんまりにもそういう単にそのあのなんていうの手引き書っていう感じだけやからね、ちゃんとあの歴史的なもんも踏まえて、それから今まで能川西方楼が あのやってたようなもんとかいろいろもう最新の知識を集めて、あの寛永線のあの手引き書を作ろうっていうのがどん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 いろんな人からやられて、例えば寛永堂っていう人なんかが寛永堂のあの穴船堂なんかがあの新寛永線作ったりとかあるんやけども、最終的に決定版ができたのはこの本ね、穴船入門寛永通報新寛永線の部っていうね、ほうほう、これあの静岡泉会ってあの僕らも参加してた会なんやけど、これは市販されたんですか？これは市販されて今でも売られてる。ああ、これはいくらぐらいするんですか？これは3000円ぐらいちょっとかな、しますねやっぱ、3500円ね、うんうん、3500円で、ただこの本は今まで大体そういう本の場合あの母船で並べるとみんな 図が綺麗に上がるから母船だけ並べてんねんけども、これは母船と子供とちゃんと対比させてね、こういうふうに必ず2つずつこうあるやろ、ええ、母船と子供でこういうふうに、こういうふうに並べてね、うんうん、でそれにかいあの簡単な解説をあの簡単でないとこもあるし、その簡単で済ましてるとこもあるけども解説をあのやってんねんけど、でこれはまあ中心になったのは太田さんって最近亡くなられたんやけど、あのもうこの人があの寛永線だけを新寛永、特に寛永線の中でも新寛永だけを専門に収集してたから、であのもうたちまちこの人が新寛永の第一人者になったわけや、でその人が会員におったから、ならあの静岡 あの泉会であのみんなあの寄ってあの本作ろうという話になって、結局まあほとんどはその太田さんが主になって、それにみんなが横からああやこうやってあの参考意見を述べるっていうぐらいな感じやけどな、だから実質これ静岡泉会編となってるけども、まあ実質の著者は太田さんやね、うんうん、でこれはなかなか良い本でね、でこれが出たんで他の本あの新刊への本がもうほとんどもう今やったらあの古いものになってしまってね、でこれはあのその後にこれこんなの、ええ、でこれ改訂版ちょっと色が違う、ええ、でこれ第3版3版までです、何版も出ますね、うん、でこれがあのもうあの新刊への本では最も優れた本やと思う、はあ、うん、あ今はあのあこの自分は消費税込みで3500円になります3675円とかなってる、なるほど消費税あるんですな、なってるけど、うん、だけど、ま、これはなかなかあの良い本で、新刊やる人はこれ持ってなかったら話にならんっていう本やね、うん、だからこういうその基本的な本、ほんで基本的な本はね、基本よく売れるから定価も案外安い、それはね数が出るから ね、うん、だから一番あの一番良い本はあの定価が安くて大量に売れてる本、ほんで高い本っていうのはあの参考にはなるけども
よっぽどあのなんていうの、あの突っ込んでやってる人にしか参考にならん、普通の人には何のことやわからんっていうようなことが書いてあるような本で、そこにしか書いてないようなことがあると、これは欲しい人はむちゃくちゃ欲しいわけ。だからそういう本はむちゃくちゃ高いっていうことがあるね。なるほど。だ、うん、からありふれたあの良い本はあのどうしても持ってないかんっていう本はあの集める以上手元に置きましょうって言ってね。なるほど。うん、でそれ以外の本はまあ図書館で見るなり、うん、あの自分がどんどんあの収集が深まったらあの必要になってくる本っていうのがあるけどね。うんうん、だからこれはどの部門にもそういう本があって、そういう本は比較的安くであんやから、それを持ってなくてあの収集をやろうというのは無謀というもんね、うんうん、と思います。しっかり大した情報を見つつ あれするわけですな。そうそうそう、あの儲けた方は儲ける、趣味集めた方集めると。で私らみたいにもとにかくあのほんまの重箱の隅つついたようなことまで知りたい人間はそういうむちゃくちゃ高い本も必要になってくるわけな。いや、まあ、3000円ならまあ手ごろな本でしょ。うん、だけど例えばあの私が前にあの校長先の本の拓本集買った時も1冊50万やったからね。いや50万本がですか。うん、ああ前見たですね。うん、ほんでさすがにそれはちょっと買いすぎやったな思って、うん、コピーだけ取ってその原本欲しいっていう人があったんで、うん、あの私が買うた値段知ってる、歌知ってますから、ほんなら買うた値段でいいから買うてって言って売ったけどね。ねえ、もう自分はあの十分吸収したからね。あ、うん、だけどもほんまにあのない本で人が持ってのうて、あの書いてあることはほんまのあの なんぼか参考になることがあるな。だけどこれはこの本持ってのは絶対知らんなっていうことが書いてあるわけやから、うん、そういうものは高いね。なるほど、うん、まあそういうことです。わかりました。はい、まああのアマゾンだけでなくあの他のところのリンクも貼っとくんで、うん、なかった場合ですね、うん、貼っとくんで、まああなたの会員の知識が深まるんじゃないかと思われます、うん、と思いますね。ネットを見つつ、うん、いろんな情報を見て学んでいきましょう、うん、皆様質問があったらコメント欄にいろいろ書きください。いつも見てくれてありがとうございました。また会いましょう。バイバイ。